東代の中国の書、大乗女三屍カバネ旧、虫補正系にある三屍カバネのが、向かって右から順に上四カバネ、中屍、カバネ、下屍、カバネ。三屍カバネとは、同教に由来するとされる人間の体内にいると考えられていた虫。三中三法伏せ屍カバネカバネ虫屍カバネ木四カバネ、とも言う。六十日に一度巡ってくる更新の日に眠ると、 この三屍が人間の体から抜け出し天底にその宿主の罪悪を告げ、その人間の寿命を縮めると言い伝えられ、そこから更新の夜は眠らずに過ごすという風習が行われた。一人では夜、明かしをして過ごすことは難しいことから更新待ちの行事が行われる。日本では平安時代に貴族の間で始まり、民間では江戸時代に入ってから地域で、 更新校と呼ばれる集まりを作り、会場を決めて、集団で更新待ちをする風習が広まった。道教では人間に欲望を起こさせたり寿命を縮めさせるところから、先人となる上で体内から排除すべき存在として、これを挙げている。上しかばね、中しかばね、下しかばねの3種類があり、人間が生まれ落ちる時から体内にいるとされる。 大乗三種かばね、中継の中では、大きさはどれも二寸ばかりで、小にもしくは馬に似た形をしているとあるが、三種ともそれぞれ別の姿や特徴をしているとする文献も多い。病気を起こしたり、更新の日に体を抜け出して寿命を縮めさせたりする理由は、宿っている人間が死亡すると自由になれるからである。カ光の記した道教の書、放牧師には、 三屍カバネは、鬼神の類いで、形はないが宿っている人間が死ねば三、屍カバネたちは自由に動くことができ、また祀られたりすることも、可能になるので常に、人間の早死にを望んでいる、と記され、雲急七九時に収められている。大乗三屍カバネ中継にも、宿っている人間が死ねば三屍カバネは自由に、動き回れる鬼になれるので人間の早死にを望んでいる、とある。 三四カバネを駆除することを証券という。日本では大神業を転居とした三四カバネを避ける呪文が聞かれており、方針演技などに取り入れられ広まった。その中に、法黄君子、法常子、命獅子という語が見られる。また、三四カバネが体から抜け出ないように唱える、まじない歌に、獅子中、シャウケラ、シャウキラ、ソウキャウなどの語が見られ、 絵巻物などに描かれる妖怪の使用家らと関係が深いと見られている。宝居青シュートメアを振る青服赤貝東とも呼ばれる。色は青、または黒。人間の頭の中、つまりは脳におり、首から上の病気を引き起こしたり、放火を好ませたりする。大乗女三種カバネ九虫補正形では同志の姿で描かれる。放置白ろ十留白服。 咲ホ子方向とも呼ばれる。色は白、または青、木。人間の腹の中におり、臓器の病気を引き起こしたり、退職を好ませたりする。大乗女三四株根九、虫補正形では、獣の姿で描かれる。方、地臭止め地四株根借位再エビバとも呼ばれる。白、または黒。人間の足の中におり、腰から、下の病気を引き起こしたり、 陰欲を好ませたりする。大乗女三種カバネ Q、虫補正形では、牛の頭に人の足の姿で描かれる。道教では、唐から僧の時代にかけて、ほぼ伝承として固定化された。放牧師の三種カバネには、特に三体であるという描写はなく、後に三種カバネという名称から三体存在すると、考えるようになったのではないかとも言われている。牢屋大用意など、 行進の他に、行進の日にも三四川が、体から抜け出るという説を載せている書籍も中国には、ある。行進と行進は、道教では、北都七世の降りてくる日とされており、関連があったとも考えられる。日本で行進町と呼ばれるものは中国では、守る行進、守る行進会と言われており、仏教と結びついて、当の時代の中頃から末にかけて広がっていったと、考えられる。 平安時代に貴族たちの間で行われていたものは中国の守る行進にかなり近いものであった。真の時代にかけては行事の中での三種ばねや同教職は薄れて観音への信仰が強く出ていった。ありがとうございます。